レンツブルクはドイツのシュレスビヒホルシュタイン州中心部にあるアイダー川とキール運河沿いの都市。レンツエッカーンフェルデ地区の中心都市であり、2006年、現在の人口は28,476人。レンツブルク輸送橋、レンツブルクの創立時期は明確にはなっていないが、ビョルンスベンセンによって1099年から1 0 0年に要塞が築かれたことが1199年に、 言及された。デンマーク語での古い名称は、レーノルズバーグである。13世紀に、ホルシュタインの一部となったが、1460年に、シュレースビヒに属した。レンツブルクは、幾度となく、デンマークとドイツの間で支配権が入れ替わった。1864年の第二次、シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争において、レンツブルクはついに、プロイセン王国とオーストリアに占領され、 1866年にはプロイセン王国に併合された。以降、レンツブルクはドイツの領土となっている。アイダー川は北海に面した川口からレンツブルクまで小型船で航行できるが、キール運河が完成した1895年にはレンツブルクの重要性は高まった。キール運河は大型船も航行が可能であったため、 レンツブルクは内陸に位置していたにもかかわらず港と造船所が建設された。レンツブルクにおいて最も有名な建造物であるレンツブルク鉄道橋は長さ2500メートル、高さ41メートルの構成の鉄道橋で1913年にノイミュンスター・フレンツブルク間に建設された。ヨーロッパで最も長い鉄道の橋である。北側で橋を ループ状に付設することで高さを増し、列車がレンツブルク駅まで運行できるようになっている。鉄道橋から吊り下げられた輸送橋が運河を横断している。ドイツ陸軍防空学校とドイツ連邦放射線防護場は共にレンツブルクにある。その他の名所、マイケル・マイヤーの肖像画、マリア・デビット・ウィキメディア・コモンズにはレンツブルクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。